さあ今日も元気よくやっていきましょう日本政府入国ルールを4月もしくは5月に見直しへと。 お、いうことになりますけども、こちらのですね、入国規制撤廃する日は、一体いつなんだということでね、昨日の動画、こちらのシナリオ通りに進みそうな流れで、本日日本政府より追加のアップデートがありました。こちらの流れで参りましょう。今日は官房長官の発言で水際対策に関してありましたので、こちらをね、きちんとキャッチアップをしていきます。で、気になるところが具体的にいつなんだと。 ととところをでできるだけ切り込んでいくととともにに本当に緩和されるのかですよねもうね緩和するぞするぞ詐欺と思ってしまうわけですけども疑心暗鬼になっても無理はないという中でも今回はあ間違いないんじゃないかということでね岸田首相にはとある理由緩和をしなくてはならない理由が あるとね、ここについてもお伝えをするとともに、入国規制の法的根拠ですね。こちらが変わっていくと、法律上の考えにも基づいて、こちらですね、解除に向かっていくというね、今日は根拠を確認をしていくという会になります。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速ですね、官房長官の発言、こちらから見てまいりましょう。 ロイター通信が一番早かったかな。新型コロナ5類への引き下げ。水際措置も見直しへということで、1月の20日金曜日ですね、5時過ぎの配信で、えー、こちらね、報道されていました。一部引用させてもらいますけども、えー、松野官房長官が1月の20日午後の会見になりますけども、発表がありました、えー。5類へ引き下げる方向で議論を始めたと。これに関連しまして、日本の空港などで、えー、実施されている水際措置 は措置ですね5類に引き下げることを決めた時点で見直しになるという見解をですね え、見直すことになるとの見解を示したということになります。で、一方で、気になるお話ですね。まあ、昨日の動画でも触れましたけども、やはりね、このあたりは、不安定要素の一つになろうかと思います。中国から日本への渡航者全員に、今現在 PCR 検査の実施などを義務付けている水際措置の強化策について、官房長官がですね、一応言葉で触れていました。中国における急速な感染状況の悪化、詳細な状況 状況把握は困難であるとこれらを理由にして日本国内への新型コロナの流入急増を避けるため昨年の12月の30日から臨時の措置として実施しているんだというですねこちらの説明をするにとどまりましたので、まあ、だから変異株リスクについて引き続き監視をする姿勢ですよねこちらを含みつつも、まあ、一応ねこの 水際措置は見直していくということがきちんとね表明されたのはこれ大きかったかと思いますよ、本日ね。あの僕はですねこの5類の話に、えー、合わせて水際措置、濁してくるんじゃないかなと思ったんですけどね、えー、これはあこの動画の後半でも扱います法的根拠に紐づ付いてこれやらざるを得ないというねこういう解釈にもなろうかと思いますので、えー、きちんと官房長官も発言してきたということになります。えー そしてこの春にですね5類への移行に関して岸田さんの動き方についてですね NHK が報じてくれています同じく1月の20日あこれは6時半ごろのニュースになりますけども岸田首相がですねこういう指示を出してるわけです5類に移行する方向で検討を進めるように加藤厚生労働大臣らに指示をしたということでねまあ検討を指示するっていうねこの表現がいかにも うんまあ、岸田さんらしいというかね、まあ、メディアもこういうふうに、ね、率先して報道してるということになりますね。はい、そしてこの中で、あいくつかね気になるところを一部ね引用をさせてもらいますけども、うん この変異株に関しての話かな、松野官房長官の午後の会見、この中で水際措置についても語られましたけども、今後オミクロン株とは異なる変異株が登場するなど、科学的な前提が異なる状況になれば対応を見直すことが あり得るということでね。まあ、引き続きこの辺りは監視する姿勢を持ちつつですね、進めるということですね。あと、あ、これも要注意だな。特に海外渡航者の予定ある方ね、このワクチン接種事業のあり方が見直されるよというお話でございます。ワクチン接種について予防接種法に基づき実施しており、その期間は今年3月末までになっているんですよ。これ日本国内で ワクチン接種をされる方のお話ですけどね。4月以降のあり方については、感染症法上の位置づけの変更に関わらず、厚生労働省の審議会で議論を始めたところであるということなので、あのー、まあ、今のところですね、接種事業は無料で受けられるという、ね、ことになります。まあ、これは日本、 にいらっしゃる皆さん、あの外国籍の方ももちろん含めて長期滞在のビザが、ね、あればということなんでしょうけども、え対象になっている。そしてあの在外法人の皆さんも空港での、ね、接種事業っていうのを今やっていますから、このあたりの位置づけが4月以降で変わってくる可能性がね、まあ、若干含まれるなということになりますで。今世界各国の中ではまだですね、ワクチン接種の2回分という、ね、ルールがほとんどだと思いますけども、こちらを条件にして入国ルール いてる国が一部残っていますからね、アジア圏だとシンガポールだとかインドネシア、そしてフィリピンだとかもね、えー、このルールがありますし、米国に関しても、まだね、4月の10日までは少なくともこれを続けていくということでしょうから、渡航目的で、えー、ワクチンを接種していくという方はですね、もしかしたら、あちょっとね、この3月末までが、まあ、今の事業の取り決めとなっている旨ね,ね、えー、抑えておくとお良いのかもしれません。 と、えー、ということであそう具体的な日にちが、ね、これ気になるところですが NHK の記事、ね、一部触れられておりましたのでそちらも、ね、引用させてもらいます。具体的な日にちは調整を引き続き行うというにとどまっているのかな岸田総理大臣が移行の具体的な日にちについては現場の準備などにも関わるため調整を引き続き行いできるだけ早いタイミングで日にちも確認したいと。 まあだから決定してないんでしょうね。これから来週にかけて感染症部会も開催されると。その,、えー、その中で確認をしていきたい。えっ、ー、と、述べるにとどまっていますからね。これ気になるわけですよ。水際対策の見直しもおね、直接関わって、 来ますからね、この扱いは。だから、これ具体的にいつなんだということで気になる報道がいくつかありましたのでご紹介です。まず、産経新聞が日付をね、提示してたんですよ。これはどうなのかな内通者がいて、そこからのリークになるのかですけども、4月からル類への緩和というですね、見出しが1月の18日だから、ちょっと前のね、情報になるんですけども、日本政府がですね、この感染症法上の 位置づけ新型コロナをです、ね、え見直すのが。 4月の1日から原則季節性インフルエンザと同等の5類に緩和する方針を固めたというふうに記事で言い切ってますからね。まあ、もしかしたらあき、えー、この岸田首相のですね、まあ、検討の指示の内容が日付はも,もしかしたら入っているのかもしれませんね。ただ、これが政府関係者の口から公に出ているというです、ね、情報源がどうやらば僕が見た感じだと見受けられませんからね。で今日の 松野官房長官の午後の会見も一通り聞いたんですよ。ね えっとね、日本政府のサイトに上がってましたんでね、あのすべての動画を見たんですけども、具体的な日付はやっぱりおっしゃってなかったんですね。え従いまして他のメディアも見てみます。FNN が20日金曜日ですね、報じている内容を見ますと、こんな感じです。引き下げの時期については、政府関係者によると、2020年、えー、2023年春の4月ですとか、あと5月など、複数の案が検討されていて、感染状況などを見 極めて判断する方針だというにとど、えー、まってるわけなんですね。まあ、従いまして、ちょっとねこの日,、えー、日程感についてはあ注目のね注視していく余地がまだ、ね、あるということかと思います。えー、この後で、そう岸田首相がそれでも ね、このタイミングで緩和をすべき理由をです、ね、持っている話はまた口述していきますけどもここで報道チェックに続きましてちなみにです、ね、周辺国でも同じような緩和の動きがちょうど本日付で進みましたからこちらも触れていきたいと思います。まあ、日本の、ね、世論だとか政府の決定も周辺国の動きも、まあ、若干はです、ね、影響を受けるかと思います。韓国の措置ですけども30日から 屋内あ室内でのマスク着用義務が緩和されるという動きが NHK1 月20日の報道で確認ができるわけですね。これ一点あそうか条件付きなんですけども、こんな感じですね。公共交通機関や医療機関などでは着用義務を当面維持するはするんだけども。 今回ですね、屋内でのマスク着用義務が撤廃されるということになるようです。まあ、義務から勧告に緩むというね、緩和されるという方向性のようですね。韓国では昨年の9月に屋外でのマスク,マスク着用義務が全面的に解除されていますので、今回の決定によって、ようやくですね、この3年以上、おまあ、2, 2年以上経つのかな。うん えー、このね、マスク着用義務というものが、まあ、ほとんどの場所でなくなるということで報じて、えー、くれていました。だともう一ついきましょう、気になった動き、あこれね、対中国の状況、ね、この情勢不安定ということではありますが、中国来ましたね、3年ぶりの海外団体旅行解禁、これね、やってきました。 対象国は20カ国程度あるんだけども、日本は含まれずということでね、まあ今の実態をね、ちょっと反映してるのかもしれません。今、あ日本から中国行きに関しては、ビザの発給がおりづらく、まあ一部ね、えーまあ、ビザ発給してるみたいですけども、まあ原則的には今止めてるという状況がですね、えー、起こっていますからあー、まあここがですね、どうなっていくのか、まあ気になりますけども、とりあえずは20カ国ほどですね、タイランドだとか、 インドネシア、あとロシアなんかも、ね、含んで中国人の団体客が海外旅行できると、ね、えなりますからこれらの国をはじめとしてえだいぶです、ね、世界での人の移動おこう増えてくるのは間違いないということになります。まあ、これに、ねえーまあ、追従して 各国が今中国本土からの渡航に、まあ、中国圏からの渡航に課している陰性証明だとかね北米そして欧州エリアでまだあの中国を対象として規制ありますから、まあ、この辺りが解除になっていくのかね気になるところでございます。えー、ということで、えー、とりあえずはですね、まあ、具体的な日付がまだうたわれてないんだけどもおそらくですね、えー、これ、えーまあ、5月、まあ、少なくとも 5月までには、まあね、緩和されるだろうというお話をしていきたいわけですが、ねまあ、本当にこれ、えー、されるんかいと、ね、進んでいくんですかと疑ってしまいますけどもこれは実はね岸田首相が緩和をせねばならない理由があるんじゃないかという、ね、考察を1つしてみたいわけですがこれは G7 サミットです、えー、これですすこれね2023年の5月19日から。 3日間ですかね広島で開催されるということで、えー、G7 諸国がですね日本に、あのー、来られるという、ねえー、ことになりますけどもこの時にさすがにね、えー、岸田さんだけマスクをして他の首脳たちがしないっていう図式はおなありえないだろうということですからね、まあ、これまで岸田さんが外遊をした時は海外の、ね、その土地のね、うん え、しきたりに従ってマスクはつけずにですね、外交をしていた写真なんかが出て、その次の瞬間日本に戻ってくるときっちりね、こうしてるみたいな話ありましたけども、さすがに、まあ、広島ね、日本国内で開かれる際に、え、岸田さんだけですね、マスクをしないというのも、まないだろうということで、さすがにですね、遅くとも5月のこの G7 サミット、広島で開かれるこちらのタイミングまでには、見直される見通しが色濃いんじゃないかというですね、え、ことも付け加えをさせてもらいます。まあね、これ春を過ぎれば、 インフルエンザに関しても落ち着きますし、まあ、これと相まってですね、えーまあ、5類への緩和が高い角度で行われるんじゃないかというお話でございます。でもう1つね これ本当に緩和されるだろうと、水際対策まで見直されるだろうという根拠について、えー、コメントをいただきました、三ミミさんからあ、こんなね、興味深いコメントだったわけですね。厚生、えー、厚労省の水際対策の法的根拠に関してです、えー。こちらは検疫法と理解していますが、検疫法の第2条、えー、こちらに規定する検疫感染症に5類感染症を含まれないので、5類に分類変更されれば水際対策を行う法的根拠を失う とと思いいますがいかがかかでしょうかと今までコロナは新型インフルエンザなど感染症と分類されていたから、まあ、検疫法第2条により検疫感染症に該当していたんだとしたがって水際対策ができたと法,的上にもあの法律上も水際措置がしけたと、ね、これ理解しているわけでしてこれが変わるとですね、うん、検疫法に照らし合わせて考えれば5類感染症になれば ワクチン接種証明もしくは陰性証明の提示をさせるただけの法的根拠はないはずじゃないかとね。非常にこの的を得た、非常に今の時期ね、重要なコメントだと思います。ということで、検疫法。これね、直に見ていきましょう。第2条ですね。検疫感染症とは次に挙げる感染症を言います。感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律。だから、感染症法。 通称ね感染症法に規定する一類感染症は検疫でルールを設けることがありますよと、まあ、こういうことですよねえおよびこのね感染症法上の規定するです、ね、新型インフルエンザなど感染症ということなのでまあ二類相当に位置しますけども今までのねコロナを含みまして検疫ルールを課すよというね範囲に含まれて いたわけなんですが今回ここから外れて5類に移れば、えー、こちらのですね検疫法上の扱いからも外れるということでこれ文面見るとねそう解釈できますよね、えー、そしてこのね2つに挙げたもののほか国内に存在しないですね常、えー、在しない感染症のうちその病原体が国内に侵入することを防止するためその病原体の有無に関する検査が必要なものとして、えー、精霊でし 定めるもののとということなのでどうなのかなこの辺りね、えーまあ、これから、ね、変に、えー、変異株なんかが出てきて、まあ、こういう解釈に、まあ、該当する、まあ、し,しないともね もう言い切れないところがちょっとわからないんですけどもおおむねこの定義を見る限りですとコロナがですねとりあえず5類に移行してくれればねまあ引き下げが行われさえすればこの指定には該当しないということですでこれね法律をどんどん読み進めていくと一応このね指定のこの感染 検疫感染症に該当するものを対象にしてこの発生だとか蔓延を防止するために検疫官が指示できるんだというふうなね条文にこれなっていますし隔離措置だとかあと停留措置の定義もですねこの第2条今読み上げたような範囲に従て対して課すことができるという法律になっていますからまあこれねサ耳さんのしてこのね ご指摘というのは非常に的を得てるものとして皆さんにご紹介をさせてもらいました。はい。ということで、他にもですね、あ皆さんからのね、コメントをご紹介をしていきたいところですが、あヤンヤンさんからです。ワクチン2回しか接種していなくて、3回目は接種しないつもりなので、完全撤廃の日を予想でもね、話題にしてくれて嬉しい限りというコメントいただきました。まあ、こんなね、お待ちの方も多いんじゃないかと思います。ミミピノさんからもいただきました。昨 昨年もイタリアから帰るときに陰性証明を用意しなくてはいけなくて結果が出るまで不安ですよね。これ、ファストトラックの画面が緑色になるまでです。まあ今青色にね変わりましたけども、こちらね、審査結果が出るのか本当に心配でした。今年も4月から6月の初旬までイタリアに行きますんでね、帰る時には撤廃されることを祈るばかり。 えー、ということです。まあ、6月はさすがに、うんあの完全撤廃されていることをね、大いに期待していきたい情勢にね、こうなってきましたよ。えー、3回接種と陰性証明の関係に、えー、どうしても納得がいかないと、えー、3回接種していれば、まあ、コロナ陰性相当とみなすという。 ねまあ、陰性証明を持っているのと同じようなあ効力に、まあ、今の入国ルールはねなってますから、まあ、こういうことなんでしょうか、まあ、本当に説得力がない日本の対応に振り回されていることにいい加減うんざりというですね、えーまあ、感想を持ちながら国を移動している方も少なくないということですよね。 レオキンズシャドーさんからもいただきましたおっしゃるとおり PCR 検査陰性証明のための検査場がどんどん減っているとねもうこれはゆゆしき状況ですよ、ね、今陰性証明を持って入国する方は、まあ、いつまで存在するのか心配しながら日本の里帰りをね、まあ、するのも、まあ、今もうねこの春をもって終わりになっていくということをぜひですね皆さんと一緒にウォッチをしていきたいなと思いますということで本日の のまとめこちらですね本日の報道だとかあと日本政府からの具体的なですね会見によって明るみになったことがまあいろいろありますけどもこの中でも特に入国規制に関して影響するところですねこの2点言えるかと思いますまず岸田首相がですね5類にこうする検討を指示したということですでこれによって官房長官より水際措置の見直し発言がありましたので4月 になるのかなまあ、もしくは、ま、5月ということもね、あり得ますけれども、このあたりえ、皆さんと一緒にウォッチをしていきたいと思います。で、えっと、これのね、具体的に起きえることですよ。昨日の動画で、えー、この5類への引き下げに関して、入国ルールですね、この春までに想定される入国ルールの、ね、変更に関して、より掘り下げて、レポートをさせてもらっています。あとは、米国をはじめとした周辺国の状況も踏まえてですね、日本が置かれている状況を、こちらの動画で扱いましたので、 で,ぜひですね気になるよという方、解像度高くちょっと状況把握したいよという方については昨日の動画もお勧めをさせてもらいますということで本日は日本政府の入国ルールがいよいよ4月から、まあ、遅くとも5月には見直しが、ね、行われるだろうというお話でございました。今日の情報が役立ったという方はチャンネル登録をしてまた次回の動画でお会いしましょう。大好きでした。